Somos Julie y Takashi. Y para el video del día de hoy vamos a jugar un juego de mesa llamado Brick Party. Brick Party. Ah, ブロックパーティーじゃない。そうそう。これはね、メキシコで買ったもの。友達がボードゲーム専用のお店に連れてってくれて、面白い。うん、超面白かった。ボードゲームありすぎて全然なんか分からなくなっちゃった。ジェリーボードゲームあんまりやったことないでしょ。あんまりやったことがない。タカシに2個ぐらい買ってきてって言われてたから、これが動画のためにね。そうそう、面白そうだと思って買ってきました。じゃあ簡単に説明をしてもらっていいですか。はい。Las reglas de este juego son las siguientes. Primero tenemos estas, que son las cartas de formas. Y como pueden inferir por su nombre, en la parte de atrás tienen unas formas, las cuales tenemos que crear usando los bloquecitos. Atrás de estas cartas vienen diferentes números, que son los puntos que puedes obtener. Entonces, como la carta de forma tiene un número 5 y la carta de puntaje tiene un número 2, el total de puntos que podemos obtener en esta ronda son 7 puntos. Pero no solamente tenemos que construir la forma, porque eso sería demasiado fácil. Tenemos que aprendernos esta forma y hacerlo de memoria. Y tenemos que empezar a construir solamente en lo que dura este relojito de arena, que dura 30 segundos. ¡Ay! ¡Ya! ¡Hajimemasu! はい、1ポイントしかいらねえな。はい、うわ超むずい。難しい。ちょこれちょもう覚えてる。いやー佐藤あー覚えてる。超むずいよ今の。難しい。作れんの今の。作れない。もうルリ負け。俺も無理これ。俺もできないこれ。いや今のはね最強に難しいよ。そう俺無理だもん。待ってもう終わっちゃう。負けた。超むずい。じゃあ見ながらでもいいけど30秒以内で。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。逆にこれちょっと作ってみたい俺。あはい、いいよ作ってみて。難しいこれ。えこれありえない難しいよ。できた。え？え、こうでしょ。やばい、たかし今魔法使い。でも全然できないよ私。これさ、30秒はめちゃくちゃむずいぞ。難しいね。これめっちゃむずい。このゲームやばい。これ何歳以上なんだよ。5歳以上。いやーこれ30秒やめない。じゃあ見ながらでいい。先に作った人が勝ちにしない。見ながらいいよ。次いきます。はい。行きます。難しい。あ、次も1だ。1。いきます。はい。てるーん。はい。よーい、スタート。スタート。違う。これどうやるの。やばすぎるんだけど。めちゃくちゃ難しいんだけど、このゲーム。難しいね。あ、入んない。うまく入んない時がある。やばい。何今、お前、終わりそう、終わりそう。終わった。ノー、終わった。あ、終わった。終わった。じゃあ、チェック先に。あー、たかしが勝った。惜しくね。いや、惜しかった。できてるでしょ。できてる。ドゥ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 。貸して。終わらせたのに。途中やめちゃったね。何も言わなければよかった。たかしが急がなかったね。じゃあたかしは6ポイントもらいます。やったー。勝ったねこれね。いや、これさめちゃくちゃ面白いじゃん。え、そうなの。ジリは全然つまんないらしい。だってできないんだもん。いきまーす。あいよ引いて。2ポイント。次2ポイントですね。お前飛んでった。一個できた。いやー。俺今不正行為したけど。一個直したけど。見てる人。見てない。今見てたよね。見てたね。見てない。5、4、3、2。入んない。入んない。ちゃんと入れなきゃ入んないよ。ああ、できた。セーフかな。はい、見ましょう。あ、これ5個のブロック使うから5ポイントなのかもね。できました。
VTR 見てみ、後で動画編集して。俺ね、これ最初間違ってこうやってやってたの。出てきたねって言ってこうやってやったけど、あ、違うってやったの。ずるい。それでも私より早く終わる。まあいいよ、別にジュリーのポイント、高橋のビデオ判定で多分俺負けてるから、後でビデオ スローでやってみ。ずるじゃないだと思う。なぜ？それでも私でも間違ってる形だからダメだ。できた！じゃあポイントもらいます。勝ってる。なんかやばい人なんだけど、本当に怖いんだけど。いきまーす。ダン！お！3ポイントです。次はでかいですね。位置についてよーい、スタート！スタート！うわ、どこに行ったの？1個パーツがない。いやだ、なんでこんな早いの？高橋、ダメダメダメ、ダメ、やめてやめて。わかんないんだけど、どうやるか。できたー。まだでもやってない、30秒のやつ。え、多分合ってるよね。さあ、10秒、あと30秒でできるか。やばい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 。見せません。さっき見てたよね。見てなかった。目は嘘をつかない。興味ないです、高橋の形に。はい、タイマー。あー、作れなかった。答え合わせします。合ってるっしょ。合ってるね。やった。見せて、どうやって作れた。俺のポイントじゃない。あ、俺のポイントです、これは。そうですね。いや、これ余裕だな、ちょっと。あー、こうだった。なるほど。え、合ってた最初。でも、あ、これなんか違うと思って。おー、はい、次。なに、せーの、2ポイント。いいね、次は2ポイント。よーい、スタート。あ、できた。できた。おお。じゃあ答え合わせ。合ってる？合ってる。いやー、合ってる。私も合ってる。え、合ってる。合ってないよ。ショックだね。ちょっと間違っちゃった。そう、俺も最初これ作っちゃった。あー、で、1個多いから絶対作れないと思って買いました。ちょっと惜しいね。たかし、子供の頃レゴで遊んでた？めっちゃ遊んでた。レゴじゃないけど、ブロック。まあでもブロックで遊んでたでしょ。男の子ブロックで遊ぶよ、みんな。いや、私は多分遊んだことがない、ブロックで。人形？人形ばっかり。いや、子供はブロックで遊んだ方がいいんだね。いや、いろいろあるでしょ。え、だって幼稚園とかでフィギュアとかで遊ぶじゃん、だって、うん、フィギュア、粘土、うん、あとブロック、ポイントもらう、絵本とか。え、ブロック超好きだったよ、昔。いいな。武器とか作ってたよ、ブロックで。いいよ、もうこれ以上やりたくないなら。え、なんで？だって、書くから、まだまだ、すいませんって言って。ダメ。はい、じゃあ2ポイント。まだできるかもしれない。2ポイント。わかんない。でも、もう勝てないからね。勝てる、勝てるかも。勝てるかも。まだ希望があります。いきます。はい。ズドン、スタート。あー！めちゃくちゃむずい、これ。きたー、この感じ。はい。やばい、なんでこんな早いの、たかし。なんかコツ掴んできた。お、できたじゃん。できたけど。おい、おめでとう。できたけど、すごい、まだ。いや、え、でもめっちゃ成長してるよ。本当に？多分最初初めてやった時これ作れなかったでしょ。そう、そうだね。じゃあ10回やったらたかしに勝てるかも。うまくなってるね、うまくなってるね。ありがとう。うまくなってる、ポイントゲット。え、でもめっちゃ俺面白いんだけど、このゲーム。面白いね。俺めっちゃ好きなんだけど、これ。あと2回だけやろう。いいよ。え、なんで？もう負けるのが嫌。勝てませんって。いや、同じだよ、でも。結局勝てないから、同じね。じゃあもう1回だけやりましょう。じゃあラスト、ラスト。絶対勝てないんだ、だって見て。知ってる。ポイント見て、ポイント。僕のポイント。何ポイント？見てこれ。28ポイント。7ポイント。え、でもジュリー早くなってるから、ちょっと次らへんちょっと怖いね。次負けるかもしれない。2ポイントです。はい。あ、俺できた。私35ポイントなり。
私は7ポイントです。7ポイントでもね、なんかね、最初よりできるようになったね。そうだね、1回目だってもう全然できなかった。そうだね、なんか作れなかった。そうね、入んないとか言ってたから、それで比べたらめっちゃ成長してますよ。はい、ありがとうございます。まだまだですけどね。あー、悔しい。面白かったです。よかったですね。ブロック久しぶりに触った。え、これマジで子供向けでしょ。そうね、これ最強でしょ。これ5歳からもっとやってもいい。3歳とかでもいけるでしょ、ブロック。え、そうなの。同じの作れってのはむずいけど、難しいか、うん、これ同じの作ってって言ったら難しい、うん、あと集中できない長い時間でしょ、小さい子供って。一緒に勝負しようぜってやったらできるでしょ。勝負だって言ったらうわーってなるじゃん。負けないってなるじゃん。そうかもね、うん、いいね、これ面白い、うん、面白かった。はい、チリがすごく弱かったです。そうですね、完全に負けました。でもだんだん成長したので、このまま続けたらいつか負けます。イエーイ。じゃあ今度またやってみようね。終わり。じゃんじゃん。 Y bueno, eso fue todo por este video. En verdad esperamos que les haya gustado. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse a este canal y a nuestros canales personales Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Adiós.